はい、どうも、カッパ園長です。じゃあ、この動画ではね、ちょっと今日なんかこの芸能系のニュースが多いんですよ。ちょっと政治系なんかあんまりこのパリッとしたおかしいですけど、なくってね。うん。石田純一さんの元奥様、松原千明さんって言われて、どうでしょう？ご覧ってあなた、おー、松原さんねっていう感じになります？ネタチョイスしといてこんなこと言うのもあれなんですけども。全然なんか、ちょっとなんか、なんとなくこのシュッとした、この綺麗な方だったような、みたいな、その程度の記憶しかないんで、うん。まあ、なんかその、亡くなったじゃないですか、最近ね。亡くなられたんですよ、松原さんが。で、この石田一生さん、ね、ほら、息子さんですかね、に、なんか最後に送った手紙が、なんか話題になってるらしくて、わかります。わかりますよ。なんとなくわかるんです。あんまり興味ないですよね。僕もです。あ、でもね、注目なんだろう、されるであろう、なんかその話題のあるこのニュースネタが、こんな感じなんですよ、今日は。ね、うん。で、まあ次もなんかね、この山本さんが結婚したとかさ、そんななんですよね。うん。まあいいや、ちょっとね、順番にさーっと、だからさーっといきましょうか、さーっとね。どっちかっていうともうこれなんか全部なんか結局石田純一のせいなんじゃねえのってちょっと思っちゃったりするんですけども、まあ、ちょっとわかんないんで、ね、こう見ていきましょうかね。まあ石田一生さんに送っていたなんかお詫びの手紙っぽい内容だったのかな。ごめんねっていうことだからそうですよね。うん。7年間だけ ?7 年間、お母さんだったって書いてあるんですけどね。うん。彼女もすごくいい人生を生きたと僕は信じています。11月16日、石田純一さんが目を赤くしながら報道陣の目の前で、10月8日に移住先ハワイで亡くなった元の奥さんで、女優さんの松原千明さんへの追悼コメントを発表したと。どう思いますかね。あんまりこの石田純一さんっていいイメージねえんだよな。うん、でもこれ、女性が見るとね、そうでもないらしいじゃん。女性目線だと、この石田純一さんって、そんなあの悪いやつっていう風に捉えてる人はあんまいないって聞いたことあるんですけど、どうですかね。もしご覧ってあなたが女性だったら、石田純一さんってどうです？うん。まあいいんですけど、人それぞれだと思いますんでね。で、二人は88年結婚。当時の純一さんはトレンディードラマなんていうこのフレーズがもう懐かしいっすよね。トレンディードラマでしたね、確かにね。トレンディ俳優とかでしたよね。で、大人気でしたと。で松原さんも清純派美人女優と売り出し中だったんで大きな注目を集めたと。で90年に後にモデルとなる長女すみれさんが誕生。家族が3人になった矢先の91年、まあマスコミにねこの石田純一さんが過去に結婚と離婚をしていて、隠し子である石田一生さんの存在をまあ報道されていたと。で一生さん当時の様子を振り返って、それまで僕は実の母の下で生活していましたが、週刊誌で報じられてから父と交流するようになり、その縁で芸能界に入ることになったと。だからまあ、すっぱ抜かれたきっかけで芸能デビューを果たしたっていう、なんかそんな流れだったんですよね。で、その後芸能人同士が家族の方がいいだろうと母の勧めもあって、92年から石田家に席を移すことになったんですよと。だからまあ、隠し子が隠し子ではなくなったっていうことなのかな。突如、いやまあ、松原さんにとっては、これなんて言うんだろうね。まあなんか家族の一員になった。けれども、まあ関係は良好そのものだったんだって。で、実のこのように、接してくれましたと。で、仕事に関しても演技の心構えやテレビ業界の用語を丁寧に教えてくれて、父よりも頼りになっていたんだってさ、松原さんの方が。で僕が俳優として活躍するのをすごく喜んでくれて本当に母のような存在でしたと、まあ、あの一生さんが言ってるんですよ。で順風満帆だった石田家だが96年石田純一さんがモデルの長谷川理恵さんと不倫関係だったことが発覚。この辺がどうなの、この辺も込みで女性からしたら好意的に映るとは到底思えないんですけどもね。まあそう単純な話ではないのかもしれないですけども、でも単純に不倫は文化だなんて言っちゃうところがさ、誠実さとか、なんかそういう、なんていうの？そういうのとはこの真逆の存在なわけでしょ？うん。わかんない。ね、なんかこう、お友達として、ね、話したり、なんか飯食いに行ったりするお友達としてはなんか、ね、いい人なのかもしれないですけど、まあ真剣にこのなんかこの交際して、この結婚して、この幸せにとか、その家庭を築いてみたいな、そういうのはなんか、
あんまり向かない人なのかな。あ、そもそもそれ向き不向きの話でもないしな。まあなんかそういう人なんだろうなとしか理解できないですけど、違うんですかね。うん。で、でそれが発覚したと。でその後石田さんのこの不倫は文化発言ね、バッシングされたこともあり、99年に、夫婦がまあ離婚されると、松原さんと離婚されると。で松原さんは平穏な生活を求め、当時7歳のすみれさんと一緒にハワイに移住することになったと。でこんなことになってごめんね、離婚直後、千秋ちゃんから僕宛てに元気、これお母さんをちゃん付けで呼ぶのはなんか変な感じですけど、こんな感じなのかな。あ、でもたまにそういう方いますよね。なんか野球選手とかでもなんかどっかで見た覚えがあるぞ。なんかこのお母さんに感謝の手紙を朗読するみたいな番組内で、なんとかちゃんへとか、お母さんをちゃん付けしてる息子がいたな、誰だっけまあいいんだけど。で、あ、なんだっけ、こんなことになってごめんねって離婚したことを詫びる手紙が届きましたと。悪いのは父なのに申し訳なくて、あの時は父を恨みました。2001年僕が大麻取締法違反で逮捕された時も、千秋ちゃんがまた一から頑張ろうと言葉をくれて、当時は支えになりましたとまあなんかそういう一家って言っちゃったらちょっとかわいそうなのかもしれないですけど、で、その後は芸能界から離れていた松原さんだが、すみれさんが純一さんとの間を取り持ったこともあって、元夫婦同士での交流が再開されたと。へえ。で一方、石末さんは99年以降松原さんと直接会う機会はなかったと。僕自身最近まで地方に移住したり仕事がままならない時期もあって、会うのを遠慮していたのかもしれません。今年の春すみれちゃんに子供ができたり、子供ができた、ああそうか、娘さんか、僕と父の、初共演映画も実現したりと、いろいろ家族で話したいこともあったのに、今となれば会っておけばよかったと後悔していますと。ああなるほどね。で、松原さんがこの一生さん、石田一生さんのお母さんであった期間は7年間かもしれないが、まあ親子の、母子の絆は今でも続いているらしいってこと。なんか松原さん、なんとなくここに書かれていただけでしか判断できないですけど、まあなんかいいお母さんだった風に書かれてますよね。まあ石田一生さんのいい思い出っていうところから、まあ記事になってるからそういう格好になってるだけなのかもわかんないですけども。でもなんか性格悪そうな感じには見えないですよね。分かんない、役者さんですからね、女優さんですから、そういうイメージを売っていただけで、ね、その裏側までは僕は知らないんで何ともあれですけども、まあ石田純一さんが悪いって片付けたくなっちゃうんですよね、どうしてもね。なんか生粋のトラブルメーカーっぽいじゃないですか。でもなんか天然っぽいところもある。天然っていうのかな、言っても俳優さんだもんね。でもなんかすんげえ底意地の悪い、もうとんでもない立ちが悪い人には見えないですよね。なんだろうね、こういうのは。憎まれないとでも言うんですかね。でも、結局、基本はこの女性にはだらしない人だったんでしょ。で、今もなんか揉めてたじゃん、そういえば。ねえ、リコさんと。まあ、純一さんの話じゃなかったんで、あれですけどもね。なんかこう、そうね。やっぱり純一さんが悪いんだと思うんだけどな、違うのかな。で今回以上です、ありがとうございました。あ、そう、松原さんは、まあそうですね、お悔やみ申し上げます。